でもいいですかはいす、はいませんお願いします,す,ましますよろしくお願いします,しま,すあのまずははいグラスゴーダービーでの勝利本当におめでとうございますちょっと僕も現地でいはい見ていて本当に興奮が未だにやばないんですけれども <laughs> まずはあのはい大舞台で、まあ、2ゴールも決めて本当に率直にどんな気持ちでしたかまあ、まずやっぱりチームが勝利できたことああいう 難しい厳しい戦いの中でこうファンサポーターの後押しもあった中でこうみんなが一つになって勝てたことが良かったです。その中でこう通ゴール決めれたのは本当にチームのためにゴール決めれて良かったです。本当にこうスタジアムがこう地鳴りのような感じで湧いてましたけれどもあの興奮っていうかあの雰囲気っていうのはやっぱりいつ決めてもゴール決めても気持ちいいものなんですかね。そうですねやっぱりゴールっていうのは特別なものだと思いますし。 ああやってホームでたくさんの皆さんの前でゴールを決めてみんなが笑顔になってるのを見れて本当に幸せです。フラッシュ選手はこれで、まあ、レンジャーズの対戦で、まあ、今シーズン3試合で5ゴールしていて、まあ、この2ゴールも合わせて今シーズンリーグ戦で29試合で22ゴール決めていると思うんですけれどもこの結果を受けて、まあ、やっぱりご自身こう自信がつくというかやっぱりなんていうんですかね心境の大きな変化っていうのはありますか やっぱり常に言ってる通りやっぱりたくさんのチームメートたくさんのファン素晴らしいスタッフのもとと一緒にプレーできてるから僕は成長できてると思いますし、うん、みんなの支えがあってゴールを決めれてるので本当にみんなには感謝したいですし、うん、一つでも多くのゴールをみんなのためにゴール決めれたらなと思います。なるほど今回あのグラスゴーダービー、まあ、アウェイサポーターがいないっていう少し特殊な状況だったと思うんですけれども 1>, <laughs> まあこう1ゴール目 2ゴール目レンジャーズのゴールが決まったときとかちょっとこう少し静かになる瞬間があったと思うんですけれどもピッチ上の選手たちっていうのはそのいつもと違う感じっていうのはこうちょょっと感じたりしたんでししでうかまあそうですねまあ本当に全体が僕たちのサポーターで埋め,埋め尽くされてましたし、うん、本当になんていうんですか心の底から応援されしていただけてるのが感じる試合だったので。 うん、まあ失点はしてしまいましたけど、まあ試合は終わってなかったですし、うん、自分たちがやってきたことを信じてピッチで出せ出すことができれば勝てるっていう自信はあったので、うん、勝つことができて良かったですし、うん、皆さんの後押しがあったから僕たちは90分戦えたのでよかったです。こうフラッシュ選手の1ゴール目と2ゴール目についてちょっとお話を伺いたいんですけれども、まあ1点目は。 こうちょっとポジションを変えてこうスペースを作ってシュートをしたと思うんですけれどもあれは自然に動いているものなので,ですかね自然と考えずに動いているのもそうですしまあマットがこうボールを受けて縦に突破した中でまあマイナスにも反応できるこう前のスペースにも反応できるポジションを取りながらまあパスが来たのであとはトラップしてもうはいもうシュートを。 打とうって決めてたので、まあ振り抜いたら綺麗に入っていったって感じです、ね、本当に素晴らしいゴールでしたね。もうちょっと目の前で見てたんですけれども、すごかったです、ね。ありがとうございます。はい。二点目はこうジョタ選手にこうボールが当たって、まあそのまあボールがフラッシン氏の前に転がってきてそれをこう見事に仕留めたっていう感じで与え選手の勝ち越しゴールだったと思うんですけれども、あれもなんていうんですかね、こう まあぶっちゃけ運なのかそれともこうやっぱりその場に狙って立っていてそこにボールが転がってきたかっていうフラッシュ選手としてはどういううい感じでですすかねそうですねまずはこうマットが受けてジョタにパスが出た時に、まあ、センタリングのポジションをいいポジションを取ろうと思って中で駆け引きはしてたんですけど、まあ、届かずクリアされた中で、まあ、こうその次のアクションとして。 まあ切り替えのポジションがいいポジションを取れてましたし、まあこぼれて来ればな。って思いながらも。どういうぼところにボールが行ったとしても、リアクションできるポジションは取ってたので。その中で。まあ本当にいいタイミングで、僕の。目の前に転がってきてくれたので、あとは。はい、入ってよかったです。いや、本当にすごい決定、決定力がもう、本当に素晴らしいなっていう感じですね。ありがとうございます。まああの一点目、二点目を決めた後、まあツイッター上で。 まあ日本のファンというか、日本のファンはフラッシュ選手の結構ハットトリックを期待している人も結構多くいたんですけれども、フラッシュ選手はそれをなんか試合中狙ってたり、意識したりする瞬間はあったんでしょうかそうですね。まあ、チャンスがあればっては思ってましたけど、でもその中でまずはやっぱりチームが勝つことが大優先なので、はいまあ、その中で頑張ってればチャンスが来るかなと思いながらプレイはしてました。なるほど。 このグラスゴーダービーの前に、まあ、日本ではあの「情熱大陸」あの日本のドキュメンタリーが、はいはい、放送されてあの、まあ、すごい反響があったと思うんですけれどもご自身は放送は見られたんですか、えー、そうですね正直ちょっと見るの恥ずかしくてリアルタイムでは見ないでおこうかなと思ったんですけど、はい、までもこうちょうど見れるタイミングがあったのでリアルタイムではい見て。 はい、恥ずかしいなと思いながら、いい番組を作っていただけたことに感謝ししながら見てましたすごくいい内容だったと思うんですけれども、結構やっぱり、ファンの方も、まあ、あれを見,見て、フラッシュ選手のファンになったとか、見始めたっていう人もいたと思うんですけど、結構やっぱり、反響は大きかかったですか、ね、まあそうですね、何人か友人からは連絡いただきましたし、まあ、親の方にも親,親つながりの、知り合いの方から連絡が来たとかも言っていただけたので。 はい、反響があったのかなと思うんですけど、はい、なるほど、いや、もう本当にいい内容だなと思って、僕も見たんですけれども、ちょっと感動しましたね。最後の質問なんですけれども、まあ、フラシュ選手にとっては、まあ、いつもおっしゃっている通り、どの試合もフラッシュ選手にとっては重要だと思うんですけれども、重,重要で、まあ、なんていうんですか、どの試合もコーチつけがたいとは思うんですけれども、それでもやっぱりこのグラスゴーダービーっていうのの勝利っていうのは、 フラッシュ選手にとっては少しし特別な意味があるんでしょうか本当にこういう大きなダービーの中で結果残せたっていうのは本当にチームとしても個人としてもすごく自信がつきますしまだ少しシーズンは続きますけどまあこういいタイミングでいい勝利ができたので残りの数試合も僕たちは自信を持ってこうプレーできるかなと思いますし個人としても1点でも多くこう。 一つでも多くのチャンスをものにできるようにチームのためにみんなのためにまあ制限の自分のためにこう決めれるように頑張れたらなと思います。ありがとうございます。今シーズンまだあの少しありますけれども本当に応援していますので頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。